ねこれすごい、何の車？これプレジデント。これ普段自分で乗ってるやつなの？そうだよ。取りすぎるよ。いや今の出口やったよ。え、だってここさ、あ、しまった。ちょっとそう、ここ、あ、ここ違うね。あれどこやった？あの、通り過ぎた。お前、ギリや。そのまま行かないけど、当たっちゃったら止まるけど、ここいいのね。あれ、ここやんけ。お前、ギリや。着いた。お前、着いた。あ、お前、ほんま、この都会の隠れたバーベキュー会場好きやな。前バーベとロケした時もこんな感じのとこ見つけよって、はい、そうなんですか、すごいじゃん。すごいね。これ上も抜けてますね。あ、おえ、何ですか抜けてるって。テラスの。これでも火柱があったら終わりやろ。ついてね。そんなバーベキューしてないですよ。しゃーへん。ここまでバーベ見て、これ持ってきたでしょ。あいや、それは持ってくるでしょ。よかった、これやりましょう。本当バーベちゃんがいるってことはもうこれいるわ。クッキーさんにこれを買っていただいたんですよ。はい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 。オピネル、オピネルのいいナイフね。いいナイフを買っていただきまして、長く引こう、ゆっくりやったら長く引こうね、これ。ああ、そうそうそう、ほら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 。うわ、よう燃えるんですよこれ。しっかり燃えてる。え、いいなここ。よし。いや、そうなんですか。なあ、いや静かでええやんまた。あ、うわ、わやった、わあ嬉しい。いや、お手紙ありがとう、読んでいい？はい。クキちゃん、本日は節々がアスファルトにつくかつかないかだね。どういうことだ。僕もお手紙いただきました。あ、どうだ、はい、なんだ。バーベキュー本日何のそのくるぶしの話ですとございます。とございます。どういうつもりで書いてるのこれ。はぁ、汚い。丸山カリナのフェイスシールド、くっさ。臭くないよ。臭くないよ。あ、さあ、ということでやっと到着で、はい、到着しましたよ。ああ、ね、はい、ここが隠れ場ですか。うん、な、うん、いや、バーベキューちゃんが用意してくれた。え、すごい。前ロケ来て、なんか僕も学装みたいなされてましたもん、さっき。あ、階段にな、あったな。いや、それだもん、あの、もうバーベキュー業界じゃもうトップやから。確かに、でもここは本当素敵なところで、バーベキューもできて、ちょっとこんな感じで、焚き火的なことも。なるほどね。いいね。冷房つけるのかな。冷房ないんですよ、この外ですから、ね、そうか、暑いな。ずっと暑かったから。ちょっと、いや、車の冷房潰れとったから。ずっと潰れて灼熱やったんよ。今日めちゃくちゃ暑かったっすよ。めちゃめちゃ暑かった。めっちゃ暑くして、こうドアを開けたらめっちゃ風来るんだよね。は？なんでよ。火起こしなんかを。お、はい、火起こしね。こう見てごらん、俺の前火起こし。え、自分の？そうや、そうや。え、すごいじゃん。これこうやって、これ火花。え、すごい。かっこいいだろ。え、すごい。それってそのままつくの？そのままなんかな、わたわたにつけて。入れて。そうそうそう。あとこれナイフ。そうじゃん、だって、うん、クキちゃんとバーベキューと前に船の。そうや、こう揃った時あったよね。そうや、そうや、なんかおもてなしなんとか。あ、そうやんな、そうやんな。やったやったやった、あの海でな。そう、あれすごかった、ね、せやせや。結構遠くまで行ったよね。行った行った、うん、俺ほんで船酔いするからもうすごく辛かった。ほんま、あの嫌な思い出しか残ってないロケやわ。めちゃくちゃ日焼けしてます。めちゃめちゃ日焼け、そう。ほんで俺日焼けあかんから荒れて荒れて、あのセミエビみたいな顔になってた。なんでエビ？沖縄の出しとるエビよ。セミエビって、そうそう、平たいエビみたいな顔。そんな見たことない。カーズから溶岩から逃れる時みたいな。ジョジョの。なんでジョジョ見てない。見てこいはよ。満喫行ってこいお前ら。じゃあバフェキ。ちょ、お前、俺、手汚れる前にちょっとお土産いいよ、俺も。ほう。ちょっとえぐいの持ってきてん。これな、いや、あの、そう、ラビットでさ、あの、川島明にさ、紹介してうまい海苔あんねんって裏で。ほな、明がそのラビット紹介したらめちゃめちゃ怒ってきてくれってさ。これ、食ったことある？あ、見たことある。私、これ差し入れであげたことある人に。食べたことないけど。食ってみ、これめちゃめちゃうまいから。え？男梅。男梅の。これ、うん。これめちゃめちゃうまい。ええよ、ええよ。これめちゃめちゃうまいから。そんなに？丸山さんスタッフは？スタッフさんもあるんだ。優しい。ちょっとうちのスタッフはまたあれです。あれまたね。
一番硬いね。うわうまい。うまいやろ。あ、うまっ。うまいやろ。梅感すごっ。これも一番海苔の、うん、なんていうのかな、一番上かも。あ、海苔のマックス出た。うん、海苔神様。海苔かな、これ本当に。海苔だよ。じゃなかったらなんやねん。それぐらいね。海苔ってもっと湿ってない？いやいや、これだからパリパリ、もうパリパリ職人、ほらバリバリ職人ない。あ、これ美味しい。海苔をバリバリ、うん、うまいやろ。これであとあれもあるんだよ、塩昆布も、塩昆布長とのコラボ。あ、僕もお土産あるんですよ。え、うわ、え、ちょうだいちょうだい。これやばい、食べ過ぎちゃう。食べ過ぎちゃう、ほんま、うん。いや、これマジでうまい、ほんま。美味しいね。僕もえ、なんですか？これはもうクッキーさんのチャンネルで武田といえばですよ。え、もうこちら。俺悪いけど分かるで。ああ、もうこれを持ってきましょう。ああ、しかも全部全部入ってんじゃん。しかもそうなんですよ。こんなんなってんの今。こんなんの真ん中、これほら今までないでしょ。何これ、え、この色、これ何これ。あ、それは持ち歩きようか。これに中に入れて。この色、え、すごい。最近出たんですよ、金が。プレミアム。プレミアム。うわ、嬉しい。え、これすごいね。これも今日ちょっと使ったりね。うわ、いいじゃないですか、これだいぶ。いいな。でもなんか流通しないですよ、これ。これ贈り物にもいいね。あ、そうですね。はい、もうてすぐ贈ろうとすなよ、それ。一回自分で食ってからやぞ。これをそのまま送るなよ。なんでこのまま送ろうなんて思ってないよ。本並さんの、あの、B 地区にかけちゃったらどうで。何言ってんだよ。バカ野郎、お前は。お前、バカ野郎だよ、お前は。お前、本並になっちゃう、これ。お前、堀西が。バカ野郎、お前。バカ野郎っつってんだよ。バカ野郎。バカ野郎、お前。めちゃめちゃ増えたわ、お土産が。私があげたの何だったんだろうってちょっと思っちゃった。ちょっとなんか、みんなすごいちゃんとしてるもん。あんま本番なんかあんじゃろ、もうちょっと。ないよ。もうできてんじゃろ、なんか。持ってないな、でも。ない。だから今、びっくりしたの。みんなすごい本格的なものくれて。いや、なんか現役時代使ったユニフォームとか持ってきたの。ないよ、なんていらないでしょ。いや、欲しいよ、その。人にそんな持ってこないでバービー。変ですよね、持ってきたら。よし、じゃあ、まあ、日に起こす起こそうに、ね。やりましょう。はい。やろうやろう。これが今日の炭を、はい、炭を入れるしていただいたので、はい、この炭と、うん、うわせっかくなんで一番最初の、ね、着火は、あ、いい、いいじゃん、クキちゃんので行事ふわふわないんで、あ、やばいやん、これとかでもいいです。あ、いけんの、それでも。これね、ペーパー燃やして、うん、やったことある？ない。いや、逆にやってみろ、ほな。でもクキちゃんがやった方がいいんじゃないの。なんでさ、やったことないやろ、だってやったことないけど、だってでもやり方わかんないよ。いや、物は試しやんか、なんでもやった方がええよ、それ。サッカーボールばっかり蹴ってないよ。やってみんや、俺、そんなイメージもないですよ。そうそう、サッカーボールばっかり蹴ってイメージないのよ。もう蹴ってないか。逆にもうやってなかったんじゃないかって言われてるぐらいなんだけど。すっごいわかるわ。ちょっと見せて。ほら、わ、これすごいね。出ますね、それ。これやっぱこのナイフ、ね、何これ、オピネル？オピネルがもうやっぱえげつなく削るのね。そうそうそう、見てこれ、これでやってみな。ほらほら、すごいやん、これ。すごい、それ一発目から。力強いな。おお。で、行きそう行きそう。つけ。いけ。これどうしたらつき？もっと気持ちいい気持ちつけって。つけ。もっと大きく。つけ。そう。つけ！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 いけいけ！もっと！もっと！つけ！声上げろ！つけ！もっと！つけ！もっと！つけ！やめろ！やめろって。もうつけへん。熱っ。熱いよ、それ。これむずくない？これつくの？あ、そっか、そういうふうにやったらつく。あ、今！ほら。あ、早っ。早っ。めっちゃすごいじゃん。なにこれ。で、クッキーさん。あの、これね、あ、気になる、やれやれ、あった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 、ありました、あった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 、これ、あ、そう、あ、わ、わ、わ、入んない、入んない、入んない、木も、入んない、木、ちょっと、それ、あと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 、まず木だって、木どのぐらい、木をちょっと、あ、そうか、ちょっとわかんない、これ細いの、はい、これ、はい、あ、細いの、こう、うん、そのこう、いいっすね、いいっすね、あ、ほわほわ追加します、あ、ほわ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 ちょっと追加し、上からバンすなよ。そりゃ消えるやろ、上からバシューンしたら。大丈夫だよ、諦めないで。諦めないでって、お前や。お前人差しといて生きろって言ってるのにしやど。こんな例えない。気合い足らん。
煙がえぐいわ。よだれ垂れんな。いけいけて。なんでさっき。ちょっとお前。魔法やん。もう やってください。あ、ごめんなさい。で、どうすんの？火をふわふわとこういう、こういう。上からや。今順調っすよ。くしゃ。もう木やる？火をちょっとこう重ねる雰囲気で。うわ、すごいじゃん。はい。いいね。あ、いいじゃないですか。ちょっと端に寄ってんな、大丈夫これは。そうっすね。おお、すごいやん、もうすごい火力になってるで。もうこれは完璧でしょう。あ、なるほどね。すぐよ、ちょっと入れて、入れながら。わ、すごいすごい、早かった。こんなに早くつくもんなんだね。あ、これでちょっと気を燃やしながら。オッケー。木はもうちょっとつけます。もういい、もう安定。ここからもう安定、ちょっと安定してきたじゃないですか。おお、うん、これタバコ吸えんの？吸えます。やった、灰皿も取ってな。初尾というのは初めての初めてついた日、初尾初尾でタバコ吸いたいのよ。の ありがとう。あ、そういうこと。そう、これでタバコ吸うの気持ちめっちゃうまいね、これ。初尾、これ危ないからな、これ一回気をつけて、火気をつけてよ、手。うん、クキちゃん、本当気をつけて、火傷しない。ついた。うん、すごいじゃん。わ、すごい。うまいですか、初尾。どう、うんまっ。この木のいぶされた匂いもするね。細。じゃあ俺が太いの。あ、そう、逆に。そう、俺が太いから細く見える。逆だったんだ。普通のタバコ、これ。クッキーさん、焚き火の時でもバーベキューの時でもグローブしないです。あー、ほぼゼロ距離でやってましたもん。もう皮膚がぶっといからね。でも確かに、あの軍手ちょっとあれだよね。うん、自由機関やろ。うん、でイアンソープかわいそうやわ、あれ。ヒレできてんのな、手に。うん、手にヒレできてん、ヤンソープさん。あれでも、あれかわいそうやわ、あれ。職業上だよな、動きにくいやろな。ある、職業病。サッカーやりすぎてこうなってる、普通の人と違う。だから 前に人が歩くと体入れちゃう。マジで。うん、あ、もう後ろ嫌なんや。あれを 前にどんどん来たらもう超入れちゃうから。あ、俺が当たってきたら僕、あ、体かぶせてくる。うん、楽か。職業病っすね、それ。まさに、うん、なあ。芸人さんは逆に何かないんですか？やっぱボケてまうな、すぐ。で笑い欲しなる。いいな、羨ましい、そういうの。いや、あなたもよ。いや、でもこのボケが、ボケに対してボケが分からないので、これが面白いとかって分かんないじゃないですか。ああ、そういうこと。芸人さんって面白いことが分かってるから、うん、すごいなって思って。いや、火囲んでお笑い語ってんない。いっちゃんダサいぞ。いや、別に私語ってない。二度とすなよ、そういうの。じゃあ、そうだなって思った。火囲んでお笑い語るなんて、もういっちゃんダサいわ。マジやめて。お前、そうでもなさそうな反応してるな。お前やってんな、お前。そんなことないお前、ジュニアさんとかとやってるやろ、お前。あ、やってそう。なあ、ひいかごんでお前お笑い語ってんじゃろ。いや、やってないですね。そういうお笑いのお話になる時はありますよ。ありますけど、全然そんな語ってんだよ、お前。気にしな、お前。いかにジュニアさんであろうが気にしな。確かに。まだ奈良さんでええの？いや、まだやっぱね、この隅ちょっと硬いんで。あ、隅がね。あ、隅に行かなあかんねや。炭に行ったらもうだいぶ。そうです、もうバーベキュー何でも焼けるよ。うーん、すごい。でも意外に早く着いたからな。クキちゃんすごい。いやいや、おたまちゃんもすぐやった。いや、私最初にだってあれやった時全然できなかった。いや、でも俺のお手本見たらすぐできたもん。すごいよ。向いてんじゃん、キャンプ。でも今もうだってすごいじゃん、アウトドアってやっぱ。いや、すごいよ、ね、もうえぐいよ。今日も多分あのバーベちゃんが見たことないバーベキューアイテム持ってきてくれてんやろ。1個持ってきてます。俺は、あ、たのに。すごい。こんなにすぐ僕着火できると思ってなかったんですよ。おうおうおう。なるほど。手こずって、じゃあそんな時にって思ってたのが1個あるんですよ。あったんや、1個。あ、でもこれはどんな時にでも使えるんで。え？かっこええ、何これ。マッチなんです。初めて見た。え、なんかぶっとい。ぶっといんですよ。よその国のやつ。スウェーデンのマッチなんですけど、向こうってこう、なんですか、薪ストーブとか暖炉あるじゃないですか、うん、暖炉用のマッチなんですよ、実は。極太？もうこういう。うわ、わ、極極太。もう木の枝やん。え、やばー、かっこええ。これがこう、まあ、こうやって分かれるんですよ、ウェハース的な感じ。あ、ほんと、ウェハースっぽい。こう入れると、マッチの容量で。あ、シュッてやったらできるんだ、そこで。あの、
8分燃えてますから。えぇ、ー、1本ですごいよ。これだってちょっと紙っぽいね、硬いのよ、硬くないのよ、柔らかいのよ、ふわって。あー、ろうそくの成分が塗り込まれてます。ちょっとキャラメルっぽいね。えやってよ。わー、月もええ、気持ちいい。かなりの火力でこの調子で8分ずっと燃えてる。これすごいかも。着火がうまくいかなかったらこれだ、そこなんです。そういうことね、かっこいい。これはすごい。測ってる8分。測ってない、測ってないけど多分大体わかる。あ、まあそうか、その時間とも戦ってたもんな、うん、めっちゃ燃えてんだけど怖いよ、ちょっとなんかいや、あんま手伝ってくれた。いや、確かに、危ないよね、どんどん来るよ。怖いんすよ。ね、怖い。いやいや、でもまだ A あるからさ、ここ。大丈夫？うん、大丈夫、一応。ちょっと指先燃えてるかなってぐらい。めちゃくちゃ熱いやん。指先チリチリしてんなっていうぐらい。めちゃくちゃ熱いっすよ。危ない。これどこに捨てたいの？ここに入れたいの？ここの中に入れてしまえば。あ、でもそこ、あ、大丈夫、これ落ちても大丈夫なんですか？落ちても大丈夫。あ、熱くない？熱くない、ちょっと。ジュッて言ったんだけど。見て、これ焦げた、これ。本当に焦げてる。じゃあ何頼むわ。せっかく綺麗にマネキュア塗ったのに。あ、ついてきましたね。あ、ほんまや、赤い。来た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 。ようやくこれで何でも焼けますよ。私腹減ってる？うん。あ、うわ、食べたいな、はよ。食べたいね。ふーちゃんはお腹減ってる？減ってる。昼食べた？なんか。何も食べてないのよ。え、何食べてないの？うん、今日これで食べると思ったから。え、すごっ。これで腹ちぎれるぐらい食ったろう思ったからそんなに出てこなくない、あのちぎれるほどは。ほんま多分そこ出てこないと思う。ペチペチにしちゃう思った腹、モンドリューツぐらいっていうぐらい地べた転がって。あーおかしい。あー行きたいな、どっか。ほんまな、これな、ね、まあでも遊びに行きたい。東京じゃない雰囲気を味わえてるけど、やっぱりこう外でもやりたいよね、よその県でもね。なんかいつもこういうとこっすもんね。せやねん、都会のオアシスでしかやってないからさ。完全な外のね、うん、そう、やってみたいよ。じゃあおすすめある、どっかここいいですよとか、うん、そのここの県。あります、あります。どこ？千葉県とアクアライン越えてすぐのところにキャンプ場結構多いんですよ。コストコのところですか？あ、コストコのとこじゃないです。あの、アウトレットじゃないですか。あ、木更津のな。木更津のアウトレットのところ。あのちょっと向こう行ったらへんの機密市とか行けば、機密ね、あの辺はいっぱいキャンプ場あります。いや、わ、めっちゃいいかも。個人的にやねんけど、そのキャンプ場じゃなくて、あの野戦というかさ、あの何もないのでやってみたいのよ。そのキャンプ場って用意されてるやん、あのレンが積んであるとかさ、じゃなくて、そう、何もない更地でやりたいのよ。東京でもさ、その家建てる前の更地ってあるやん、うんうん、ああいうとこでもいいからさ、もう更地でやりたいのよ。そこって行けんの？なんもないとこ、あの神主がまだやる前の。え、むずそれ。ほんまの更地。そうそう、鳴らされた、なんもない更地。行けんですか、そんなとこ。そこ行けんの？行けないでしょ。さあ、じゃあなんか家開きましょうか。はい。なんかリクエストちらっと聞いてて、はい、なんかホイル料理を。そう、食べたい。食べたいホイル。ちょっと簡単に包んで、わ、美味しく食べれるやつを。これはちょっとやろうかなと思いまして。ホイル料理はね、食材が全て揃ってます。え、バーベちゃん、あれ得意のあれじゃないの、あの箱みたいですね、やったっけ、あの箱。あ、メスティン、うん、あ、今日はメスティン封印して。うわ、ノンメスティンやって。ノンメスティンで、あのね、メスティンっていうのが、なんかこう、そう、アルミの箱みたいな、弁当箱みたいなやつ、昔の。バーベ飯うまいからな、ほんまに。確かに食ったことある、バーベの飯ある。あそこ一緒ロケやったもんね。めっちゃ美味しいやつあった、3つぐらい作ってくれて。お、何の時？船の時。いや、俺も食ってるよ、ほんと。一緒に食べてめっちゃ感動したの。あの海の中だったから。あの、なんかトマト系の中なかった。そう、トマトのリゾットみたいな炊き込みご飯も美味しかったし。お好み焼きもやりましたよね。へぇー。覚えてないな。え、海の時？やりましたよ。お好み焼きやってない。いや、うまい棒の。お好み焼きやってないよね。やってないな。うまい棒砕いて、なんか平たくして、あのソース塗ってやつあったで。あ、それあった、それあった。それのこと言って。あ、そんなことやって、おだまちゃん。あ、じゃあ僕がお教えするので。やりますね、私。丸山さん、はい、ちょっとじゃあ。いや、だってそやもん、だって言うても主婦やからできるもん。やっていただきましょう、ね。でも、難しいよ、やっぱり。料理作る？料理は大好き。あ、ええやんか。逆に料理しか作らない。他に逆に作るもんって何よ。
料理以外に作るもんって何を。そういう料理以外の作るもの以外のことはやらないよって。ああそういうことね。そう。どこ。料理以外をやらないってこと言うの、ね。あそういうことね。ああ掃除とかは。そうやんない。あやれへんね。ではでは。うん、はい。アルミホイル料理なんですけど、うん、ちょっとおしゃれな。やろうかいなと簡単に。嬉しい。ちょっと長くセットするのがポイントです。うん。あここに。はい。まずタラ。今日はタラを使ってこう海鮮のホイールにしようかな。バーベちゃんそれがいいよね。そのスーパーで買えるもので美味しいもの作ってくれるからね。マネできる、うんで。家でもオーブントースターとかでもできる。確かに家でもできたら。はい。このタラをもう2絶対乗せるよね。はい。ここにですか。はい。絶対乗せるでしょ。絶対。ちょっとこの塩コショウ、軽く？はい。あ、それぐらいで。で、ここにアサリも。あ、入れちゃうんだ。はい。砂抜き、炭の。まあ、ちょっとこう全部だと多いので、はい、散りばめる感じで。うん、あ、いいな、なんか。あの、バーベちゃん作ってくれたさ、あの、ポン酢のさ、せせり。あれうまかった。今でも思い出すわ、うまいの。めちゃめちゃうまかった。これ、ヘタ取らなくてもそのまま。ヘタついたままでいいです。おやっぱ赤入ると全然違う。そうなんです。うん、綺麗ね、うん。あ、ちなみに今あのアルミホイルで簡単アクアパッツァを。うん、出たアクアパッツァや。アクアパッツァってすごいなんか作るってなると結構大変そうだなって思ってできないから。あうん、前それこそアクアパッツァ作ってくれたよな前。作ってくれた。なあ、あの時作ってくれたやんな。あ、そうです。釣ったやつだよ。釣ったやつ。ほらもう食ったことあるからええわ。いや違う。これではまた違うやつ。ほんま。また違うんですよ。チャーハンが良くない。それだけはしっかりと思い出す。クピさんオピネルをここで。あいいよ。お借りしてもいいですか。来たオピネル。クピネル。いいなクピネル。クピのオピネル。あじゃあはい。あすいません。失礼します。あーチュンってやるのがチュン。あいいね。アウトドア料理なので。もうこの上でちょんちょんちょんと切り落としながら、はい、あ、これでですか、はい、どうぞオピネル。おお、いいですね。いいでしょ。え、すごっ。切れ具合えぐいでしょ。こんな切れるんだ、うん、これがオピネルですから。うわ、これは確かにいいですね。オピネル協賛ついてくれんかな。ついてくれるんじゃない。スポンサードバイオ。これいいですか。はい。で、家にもう残ってる白ワインとかでいいので。ああ、なるほど。白ワインやって、シャレてる。白ワイン、確かにね。白ワインいわくなんかないよ、普通。大丈夫。匂い方何なんなの。新しいやつ、凍ってます。これね、ここに入れて、どのぐらいですか。これぐらい。あ、もうちょっと。はい、それぐらいで。で、もう味付けはもうこれ。あ、何それ。アンチョビの、あの、チューブなんですよ。え、チューブで。アンチョビ。なんかあのアンチョビってこう刻んだり細かくしないとなかなか取れないし、保存なかなか効かないじゃないですか、うん、確かに。でもこれはチューブなんで冷蔵庫にちょっと入れておけば。めっちゃいいじゃん。あ、ここに入れて。どこのやつそれ。おお、うわ、ほんまや、アンチョビや。ほんとだ。これ混ぜた方がいいですよね。はい、混ぜていただいて。それどこに売ってんのそんな。これあのカルディとかよく売ってますね。さっき普通のスーパーのイタリア食材コーナーにも置いてますね。すごいいいな、これすげえ料理してる。初めてじゃん、そのカメラの前で料理するの。確かに、あんまりしないもんね、うん、普段。この塊なんかをこう。これね、最高。これだけでいいんですよ、本当に。これだけでよかったら楽ちんだな、これで。これで本当に美味しかったら。で、確かにお酒飲みたくなっちゃう。はい、この折り方、このまずこのパタンと、うん、あこう折って、ね、あサイドを2回ずつ。パイみたいな感じ。あ、なんかほんとそうです、封筒のように。あー、なるほど。まず両サイドを折って、で、密封度がこれで高くなります。へぇ、はい、美しい。すごい。でもこれを、でもそのままアルミホイルのまま乗せたら穴開いて下に全部落ちません。あ、でも大丈夫です、このアルミホイルは。あ、いいんだ、はい。で、これじゃあそう、もう待つだけ。これすごい簡単だった。これでも10分あんねんな。10分ぐらいかかんねんな。10分15分。ちょっとジャグラー打ってきていい。ジャグラーって何だっけ。スロット、パチスロ、1000円で。え、できんの。いやいや、あのパチに帰って。いや、無理だよ、帰ってきて。帰ってきてくださいよ。かかったら知らんですわ。いや、そのまま行ってそのまま帰るパターンじゃん。ちょっと。それかかったらしょうがない、それは。それは。行くパチンコとか。ほ
ほとんど行ったことない。あんのはあんねやろな。あるよ、お父さん。番組とか？いや、お父さんが昔行ったことあって、行ったことあってとか言ってて、で、ついてったことある。一人で行くのはちょっとやっぱまだ怖い。あとガタガタしてる感じするじゃん、この下とかも。なんか入るときとか。ガタガタ。なんかボコボコななんかところ行くでしょ。なんかその写真屋さんのこのガリ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 みたいなところ嫌なの、あのガカガカガカみたいなところ。ないよ、つるつるつるよ今カーチンコ屋なんて。もうガタガタ道に作ってないって。で昔はそうだったでしょ。昔はガッタガッタガッタンガッタンなんか硬い鉄みたいなのを行かないといけないところじゃん。そんな、なんか何かあれへんで。そう、うん、なんかそういうイメージだったから今スーンと行けるんだ。うん、ここ空いてるんだよ。はい、あ、本当だね。ここもやっていいですか。うん、もちろんもちろん。うん、だクッキーさん、なんかバーベキューでラーメン食いたい。ラーメン食ってみたい。あ、ラーメン。そうそう、ラーメンなんか食ったことないバーベキューで。でもこのチャッチャやって、うん、麺やってやったらちょっとここではできない。サラ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 。チキンラーメン。あー、最高じゃん。いいね。いいですね。何？震えたの？むしゃぼるやん。嬉しい。犬みたい。ちょっとなんかアレンジとかしようかなと。めっちゃいいな。いろんなアレンジあるんですけど、はい、なんかちょっと変わり種を。うわ、すごい。いいね、いいね。これは。に合わせてみました。ありがとうございます。はい、ほら、ちょっと、ね、アクアパッツァってどこの国のやつなの？これイタリア。ああ。そっちですね。ほな、これに合わせることはイタリア風なんかな。1個その前に、はい、アルミホイル料理で、うん、ちょっとこうデザートもやっときましょう。悪いけどアルミホイルでデザートが作れるわけないかな。確かに。なあ、確かにそう思う。なんてしっかりとした振りをしてくれるんですか。できるんですか。一番簡単なやつ。本当に、焼きリンゴ。ああいいな。これやりましょう。はい、でここでもすいません、オピネル。またしょうがねえね。お借りしていいですか。なんでみんな持ってこないかね、オピネルを。いいな、私もオピネル買いたいな。買いな。マジで買いな。オピネル一本ある。え、このサイズのやつだけなんですか、オピネル。あ、ありますよ。オピネルのでこれぐらいのノコギリとかもありますし。あ、ノコギリもあんの。ノコギリすごい。お肉切ったりとか。のオピネルもあります。でもこれぐらいがええと思うで、こまめき。確かにね。こまわりき。なんかさ、あの憧れへんって、あの海外のさ、ちっちゃい包丁でフルーツ切るみたいな。いっぱいあるやつでしょ。そう、あの感じしていいの、ちっちゃい包丁って。リンゴと、リンゴの芯を中腹ぐらいまでこう、ポキレで。難しい。え、ここ？そうそうそう、結構鋭いんで、気をつけてください。え、ちょっと待ってくださいね、これ回せないよね。あ、そんな感じがいいですね。ちょん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 。え、初めてこれやる、この芯を抜くっていう。あ、お前やな。わお。わおって言うな。ちょっと怖いでしょ今。何やその手。バーベキューやりすぎてもう古い木みたいになってるやん。そんな表現なんですか。手が見てこれ、手古い木みたいな。木っぽい、木っぽい。こっちは折れないよね。オピネルが大丈夫。これもでもあのパイナップルみたいに芯抜く機械あるじゃない、リンゴのね。確かにありそう。そうですね。うん、まだだ。うわっ、やめて。怖いんすよ。ちょっと待ってくださいね。どこ見てんの。どっかのあのなんかよく鍵開けるやつあるじゃないですか。あのお宝の、そう、ああいうのでなんかこういう感覚なのかな。いや違うと思うで。そんなニュルニュル入っていけんね多分。あ、感触見てんねや。ああ来た。すごい。黒いの残ってるやん、ええの。いや、もうこれぐらいは全然大丈夫。ありがとうございます。もう使わないですか、オピネル。はい、いやまだ一旦は、はい、すいません、ちょっとまず、はい、真ん中に置いていただき、うん、でもあとめっちゃ簡単です、うん、まずここにシナモン大丈夫ですか。大好きです。大丈夫大丈夫。シュガーを、シナモンシュガーで売ってる、はい、砂糖とシナモン入ってる。すごい、シナモンシュガーだって一気に入っとんやん。バランス、匂い方やめろて。これがここ長なんだ。これがあるから。違う違う違う、ここそこじゃない、ここの話っていうのよ。鼻溝の長さの話。ここに入れます。いっぱい入れちゃっていいですか。ここに、はい、周りにもかける。シナモンシュガーで売ってるんだ、はい、絶対いいじゃんこれ。そうなんですよ。トーストとかでも美味しいですよね。あ、美味しいですね、絶対ね。これ結構入れる。はい、まあ、それぐらいで、はい、はい。うわ、バターだ。またオピネル。これ一肩までちょっとオピネルで、はい、
あ、いいな、俺バター好きやわ。バターめっちゃ美味しいですよ。ね、どんどん。ここに入れます？入れちゃっていいです。あ、差し込むねよ。レーズン大丈夫ですか？まあ、あんま好きではないけどね。あんまり好きじゃない。じゃあ、これレーズンなしで。やめてて。きったな。なんなんこれ。肛門えぐった。いや、えぐってないけど。いや、ケツならグリグリしてこんなのなれへんって。切れちゃうよ、そんなのでさ、グリってやったら。最後ちょっと、はい、ああ、なるほどね。おはい、あとは下からこう、くるっと組み立ててください。なるほど。これどっち側からとかない？あ、もう両サイドからこう、はい、で、上で切っていきましょう。で、もう一巡しておきましょう。はい、これこういう風に立たせます。あ、かわいい。メタルスライムみたいやん。かわいい。うん、いいね。うん、俺よりはいいかな。でもこれを、うん、もう網の下に、あー、なるほど。直火ちゃいます。はい、え、大丈夫。あ、照らすだけでね。はいはい。で、真ん中らへんに、ここ、はい、これ変に立たすからね、思った私も。すっごい邪魔なわ、立たして。立たしたせいでさ、間にあれ入れなきゃいけなくなっちゃった、ね、いけます。一回浮かして、これはいけます、いけます。こういうことですね。あー、おー、あ、ちょっとずれてる。でもこれやってる間にデザート作り、そっか、できちゃうから。で、ちょっとここ、あの、今日はカセットコンロも用意しました。あー、まあ、テッテルバイクね。こっちで行きます。いいですね。最近はこういうね、キャンプの時はそうか、でも結局カセットコンロ、そうもな、これ絶対、あれですよね、必需品ですよね。必需品、うん、あった方がいいですね、これね。今日はあの、ダッチオーブン。わー、すごい、ダッチオーブン。ダッチオーブンと、チキンラーメン行きましょう。おー、はい、チキンラーメンどうなる？マジめちゃめちゃ腹減ってきた。ね、お腹空いてきたでしょ。カツ丼食いたい。カツ丼全然ないんだけど。ええの、カツ丼。カツ丼でも美味しいよね。カツ丼はね、何丼ぶりなの好き一番？丼ぶり。硬い鶏肉使った親子丼です。あの、地鶏ってこと？あ、そうそうそう。あの日テレのさ、あのとこにさ、ひなややったっけな、なんかそんな名前のとこあって、そこのな、昼に出す究極の親子丼うまいのよ。一回焼いてんねん。あ、究極の親子丼。香ばしいやつですか。そう。食べてみたい。焼いてんねん、一回。ちょっとチキンラーメンを、うん、このイタリアンっぽく、この牛乳で焼いて、どんなんなんの？カルボナーラにも。あ、最高じゃん。っていうのをやってもいいですか？もちろん。面白い。はい。え、これカルボナーラになったらすごいかも。ベーコンちょっと炙って、それを。チラしません。いいね。ちょっとじゃあクッキーさん、この空いてるとこで、うん、この焼いていただいて、炙り、いいよ。炙り豚。炙りベーコン。炙り豚ベーコン。炙り豚ベーコン。で、なんか香ばしい方がいいと思うんですよ。確かに。ちょっと細巻き入れて、ファイヤーでちょっと。うわー。炙り入れません。細巻きですね。細巻き。細い巻き。ああ、そういうことね。うまそうやね、これスルメみたいにうまそうじゃない。確かに、これがでしょ、これが美味しそうだよね。わかる。こう感触もな、似てるのよ、スルメに。確かに、食べちゃう人いそうだよね。いるいる。すごい煙出るな、こいつな。確かに、これ本当に煙めっちゃ出る。これ、あ、あ、はい、やしそう。オッケその距離で当てれんねや、空気を。あ、開きました、開きました。おっしゃ、さすが、おっしゃ。これ？これいい？ちょっと火を。これはいらない？あ、入れましょう、これを。では、ちょっと危ないんで。すごい火。すごいね。はい、うわ。ちょっと水と、ちょっと牛乳半分。へぇー。味濃くなれへんねんな。確かに。でもちょっとクリーミーな感じと、チキンラーメン自体が味付いてるから、うん、なんかあんまり足さなくてもそうですもんね。そうか。普通コンソメとかね、ちょっと入れるじゃないですか、カルボナーラとか。お、ちょっとこれ。わあ。あ、行った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 。わあ、すごい。今炙り時かも。私もいつも炙る。炙り時。私もいつもやるよ。ありがとう。あ、来ましたね、来ましたね。いや、やって、これすごいちっちゃくて。こう。あ、いいじゃないですか。おお。置かない方がいい。あ、置いちゃってもいいんだから。
あ、ぶっとるからね。置く方が良さそう、なんか。オッケー。浮くよりも。いや、最高だ。わ、これ、なんか、これうまそう。なんか、とうとうバーベキューをやってる感じですね。確かに、確かに。生の、生のもんを焼くでね。焼くとね。今までこの音なかったっすもんね。で、ちょっとこれ、入れちゃっていいですか？はい。わい。お鍋で1分なんてもう早い。そっか、早い。確かに。うわ、いいね。めちゃめちゃうまそう。ベーコンって美味しいよね。ねえ。ベーコン、ウインナー。なんやな、俺もベーコンのが好きやわ。私もベーコン大好き。なんか嬉しいよね、高級な感じして。美味しいよね。あんまなぶらん方がいいか、置いとった方がいいか、うん、ちょっと一枚だけこそり食ってみえへん、オピネルで切って。いいじゃん、いいじゃん。なかなかな、一枚あれんと。わかんなそう、三枚だけど。でもこれもうまそう。あ、それ絶対美味しいじゃん。うわ、もうめちゃくちゃ。ここはね、こうはもう結構焼いていいです。焼いていい、もう焼いていいんだって。もうチキンラーメン早いからね、もう1分。そうやな、そうやな。こういう系のラーメンってクッキーさんどんなの好きなんですか？僕、はい、あー、うわ、むずいとこやな。カップ麺も含め。いや、でもやっぱりな、どん兵衛はやっぱ桁違いで。あ、どん兵衛美味しいよね。うん、どん兵衛にさ、はい、あの、よっちゃん系入れてくるの好きやね。美味しいの。めっちゃうまいね。めちゃめちゃうまい。よっちゃんいいか、ちょっと酸っぱかった。ちょっと酸味効くよな。そうなんですね、うん、やったことないっすね。これってもうだいぶ焼けてるから外していった方がいい。あ、そうですね。あんまりやつね。焼けてる、焼けてる。もうちょっと焼こうか。いけるっすね。もうちょっとっすね。オッケー。はいはい。もうちょっとですね、確かに。どうしたんですか？なんか、食うてません？食うてない。食べてないです。なんで？まだダムできてないのに食べるもんないやん。うん、入れるんですよ、これ。入れて、入れよう。言うてる間に。熱いじゃん。熱いじゃん。ほく、ほくみたいな。湯気出てます、口から。いや、食うてますやん、ちょっと。食べてないから。食うてますし、一人一枚いってません。ないですやん、もう。ベーコン。あ、ベーコンそれ入れるよやったの。ごめんごめん。入れますよ、こっちできましたよ、だってもう。ベーコン細かく切る、これ。ベーコンちょっと細かく切りましょうか、もちろん、うん、めっちゃめちゃうまいベーコン。めっちゃ美味しい。ベーコンってこんな美味しかったっけ。今まで食った感じでいっちゃうまいかもね、ベーコン。美味しい。これ滑るよね、こうやって。そう絶対手切れないね、怖いから、うん。おー、いいね。少な。少な。少な。ベーコン。何これ。あなたたちですよ。もうないの、ベーコン。少なすぎ。もうないですよ。しぼた。うわ、確かに。食ったか。食いたかった。あ、美味しかったな。うん。あ、でもなんか。うわ、めっちゃいいじゃないですか。いいですね。で、ここにこの、うん、もうこんなチーズを。出た。これは。粉チーズうまいのよ。ねえ、これいいなぁ。やっぱ山に行ってやりたい。あ、うまいなぁ、うまいなぁ、うん。あ、これやばい。すごいな、バーベってほんまいろいろ考えるよなぁ。これやっぱ自分で考えられてるんですか？いや、こういうのは本当になんか、でも昔からあるっすよね。シーフードヌードルにミルク入れて、ちょっとクラムチャウダーみたいにするとか。なるほどね。シーフードヌードルによっちゃんに食べてもうまいのよ。ほんまに。本当に？あ、でも合いそうっすね、イカという。それいつ入れるの？それはもう最初に。最初にもう入れてお湯入れちゃうの？お湯入れちゃう。あとチリトマ、チリトマうまい。あのコンビニで持ってるやん、30円で、あの大きいやつボンって、うん、あれを一袋もそのまま入れてごらん。マジでうまいから。ちょっとやってみよう。まずこっちからいきます。うん。ラーメンから。うん。うんうん。しかもなんかいいっすね、このカップ。いい、このカップ確かにいい。カップめっちゃ良くないですか？これ売ってんですか？これ売ってますね。そうなんや。わっ、ちょっと最高だね。あ、いいね、汁も吸ってんのかな。いい、吸ってますね。あ、いいね。
うわ、いいなぁ。ちょっと濃厚、あ、チーズの香りここめちゃくちゃします。すごい、スティーブン・セガールの毛髪みたいでいいなスティーブン・セガール好きね、いいよね、好き好き、ありがとう。うわぁ、すげえ、見たことない感じのすごい、あ、でもチキンラーメンの匂いちゃんとしてる、うん、あ、そうですね、味付けほとんどしてないですからね、これは、うん、こっちの方が量多いよ。何？買い食べる。なんで？量多いから。あ、そうだ、女性だからあんま怖いんだよ。いや、あんま食べないって、男の子だしお腹空いてるから。あ、ありがとう。久々に言われた、男の子って。じゃあいただきます。いただきます。いやあ、うまっ。うまっ、うわうん、まほんま、牛乳とチーズの味しょんなうまっ、うまい、わ、ほんとに美味しい、バカうま、いや、めっちゃうまい、これ家でもできるもんな、うん、そうっすね、うわ、今度やっと、このアレンジめっちゃいい、チキンラーメンのこの味付けがちょうどっすね、うんうん、ぴったり、あー、お酒飲みたい、うまいな、何飲みたい？何やそれ？ケース打てんのか、ほんま。ズボズボで切りもせんと。あ、ちょっと汁少なめでやったんで。うんうん。味は濃いのかもしれないですね。ちょっと流れでこっちもそろそろいけると思うんですよ。はい、そうだろう。いけみていいですか？はい。うん。一回確認します。あ、焼き見れんね。はい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 、お前寝てる姉ちゃんのパンティー覗くみたいな目がないよ布団こっそり広げて、そろしやつやで女性ゲストがおんねんぞなあ、ごめんな、おたまちゃん、誰もその想像しないでしょ今の。アクアパッツァを、はい、開けてみます。出てる、おっ、わー、すげえ湯気で、はいはい、出てる、出てる、貝開いてる？もうちょっと。あ、開いてない貝はあるかな。でもちょっとこの。あ、置いてる。最後で最後。あ、ちょっとお前な、もうちょいぽいな。もうちょい。うん。グツグツ言うてない。これでももうちょっと火つけた方がいいんじゃないの？そんなことない？それでいける？強くしようか。それでいける？強くした方がいい火？ちょっと失礼しますよ。おい、バーベ、ちょっとテンション下がってるけどちょっと仕上げちゃっていいですか、じゃあ。確かにね、でもそうだよね、それが一番ですよ、だってこれで食べてここでこれやって、これで確かに、だってなんかここで最後仕上げ入れるという、もうアルミでいいから、そこに直に入れたらこれでちょっと、出た、奥義、虫や、虫、あー、なるほど、虫です、ここは見なかったことにしてください大丈夫です、それができしがこっちに乗せて、なるほどね、はい、了解いや、いいな、これ外でやっぱご飯食べたりとか最高ね、ね、これでもこれがなかったらね、空見えてきれいで、うん、死んだばあちゃんどの星やろなとか言いながらねあの一番くすんだら欲しいやろとか言ってそんなこと言うの思えへん、おたまちゃん、え、先祖全滅、ん、先祖全滅え、全滅、先祖全滅だよね、うん、私も結構全滅だから、結構、ね、先祖がね、先祖がだからもう全部全滅だからいや、先祖ってもうそもそも全滅してるはずなんよ先祖がまだ生きてるってやばない、でもおじいちゃんとおばあちゃん生きてた、あの生まれた時生きてた、おなかひいばあちゃんも生きてた、え、うん、僕も生きてましたね、私全滅だったの、いや、もう生まれた時もおじいちゃんおばあちゃん、生まれた時おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん全員死んでた、だから全滅だから、今その話を、あと全滅ってあんま言うな全滅って全部滅びてるやでそうなの、滅ぼすなよあんまこれいい、すごい、僕ちょっと変えたかったんです、位置を、うん、この足でできますわ、あ、逆にやりやすいんや、このポッチで今、あ、よかった、せ、ここが軸になってるから、やっぱり暑かった、もう暑かった、めちゃくちゃ暑かった、確かに、滑るやつ、いや、暑かった、すごい暑かったよ、うー、おいしさ、おー、いい感じになってきてる、もうでも
もういい。どうですか、ちょっと一回。そうですよね。いいね。めちゃくちゃうまそうですね。すごいね。あこれは保管できる。出来上がった。全開開いてます。おお、はいはいはい、開開で開ってスパッと開かれるのとさじわじわやられるのどっちがいいんだ。あ開自体に。開自体が。でも聞いた開ってさ、うん、あの開いた時に上に大体ついてない。ついてるついてる。パコンって上にでしょ。あれってなんでかしてる。逃げとんねって熱いから。そう思ったらやっぱり一気にやった方がいいよね。確かにじわじわいかないでね、うん、だって一気に背中をあたた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 って上についてそうなのでもこれはもう上についてないよ全員。あほんま、うん、一発でやられてる。そうかよかった、うん、いける気をつけてね。おーおーよいしょ。すごい。できました。わあ。何だ始まろう。できました。どうして。玉飲んだ今。玉飲みかけました本当に。すごい。はい。これは最高じゃん。絶対うめえ。できましたんで。あ。プリプリだ。すげえ。ちゃんと死にちぎってるなタラが。生やと壊れんからさ。確かに。うん。あ、お玉じゃ分かんないんだけど、生でも生ダメ。ええー、な、飯一緒に行くとしても気楽でええなとな。そうなんか金持ってやつすぐ寿司行こうとするやろ寿司さ、回転寿司の寿司しか無理なんだけど。分かる、あの安いのがいいよな。そう、ハンバーグとかコーンとか。だからもうその日本の寿司はもうええわ。もうアメリカとかのアボカド巻きみたいな。分かる、カルフォルニアロールとか、ね、そう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 。ありがとうございます。なんなんで。うわ、美味しそう。いいお酒いただいちゃって。いただきます。なんかごめんなほんま、こんな作ってもうて。そう、全部やってもらっちゃって。場所もこの食料も全部お金払ってもうてすまんな。いや、そこはスタッフさんが。あ、ほんまか、よかった。それ全部だったよ。あ、うまー。おいしい。めちゃめちゃうまい。白だね、うまいね。うんうん、うまいな。うわ、おいしい。うまい。あ、うまね、臭み全然ない。プリプリ。ワイン飲みたくなる。わかれるね。おいしいな。逆に日本酒もうまいやろね。あ、確かに。わ、かわいい。プチトマトシワシワなって。どうしたの？ちょ、このプチトマト見て思い出した。何を？死んだじいちゃんの金玉。こんなんやったな、じいちゃんの金玉。赤かったの？うん、真っ赤。こんなほんま。めっちゃ食べる。けえへんたらかったと思ってる？思ってないよ。思ってないけど。うまっ。アスパラもうまっ。うん、美味しい。野菜も美味しいね。てか何気にプチトマトめちゃめちゃうまい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。ヘタ持ってくれるんですよ。うんうんうん。あ、だからなんだ。ジボーでいけた。いや、うまいわ。ちょっとこれも。あ、でか。あ、行きましょう。最後に。これで。あ、いける？うん。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どうぞ。ありがとうございます。はい。わ、これどうなってるんだろう。こぼれてくる匂いが。あ、すでに。ああ、ほんま甘くて、うん、食べたい。わ、ありがとうございます。もう剥きやすいです。ほんと、やった。おお、よかったです。汁中出んのかな、リンゴの。ああ、どこまで柔らかくなってるかですけど。あ、でも結構。あ、出てきてる、出てきてる。うわー、すげえ。これあれかな、汁入れてましたね。これも確かに、その上で。わ、めっちゃ出てきてる。絶対うまいやん。すごいね。うわぁ、めっちゃ良い。え、すげぇ。真ん中見て。すごい。げぇ。ちょっとオピネル。いいよ。うわ、超いい香り。あ、柔らか。うわ。やばい、これめっちゃうまくいったんじゃないですか。すごいっすよ。わ、ストンと、ほら。うわ、すげぇ。うまそう、マジで。これやばいっすね。
いや、もっとちっちゃくしてあげて、スタッフさんに食べさせてあげたいわ。確かに確かに。なクソ貧乏で腹減ってた人やろ。ずっと腹グー言うてたやろ。立ってるし、やっぱ立ってるじゃない。そう、ずっと 立たされてるからかわいそう。ありがとうございます。あ、これなんかもう店の匂いや、シナモンとのあれ。よいしょ。あ、でもほんとだね。で、ジュブジュブじゃない、ね、よく一口でいくね。うん、いけた。うまっ。めちゃめちゃうまい。何これ。うーわ。小判やってんの。ふく。うまい。めっちゃうまいじゃん。めちゃくちゃうまいっすね。うんま。いや、店よりうまいわ。確かに。ねえ。おいしい。焼きたてやから。そうっすね。ちょっとサクッと、うんうんうん、少し残ってながら、そうそうそう、これぐらい、これぐらいがいい。うん、これも本当もう包んで掘り込んどくだけなんで、はあ、これは楽ちんで。でもあの真ん中くり抜いた後にな、あのバター掘り込むとかあるから、まあ考えやな、あれが、うん、俺らも庶民に思いつかんもん、はい、うん、やっぱお前みたいに下民がな、やっぱ思いつかん。誰が下民なんすか。いや、マジうまい。やばっ。いや、さすがやわ、バーベちゃん。うん、ま、あ、忘れてましたけど、堀、うん、西なんか振ってアレンジしていただいても、あー、うまかったっすね。あ、じゃあ、アクアパッタの俺、堀西振りたいわ、ちょっと。うん、堀西は、あ、堀西があるよ、私ね。自分の皿の開けなあかんのか。私のやつ開けていいよ。あめ、うん、こういうの持ったやつはちゃんと、ちゃんと皿で持って帰りたいタイプやっぱタイプがいる。どれがいい。3つプレミアム。オッケープレミアムいいよ。ごめん。よいしょ。これを内側からちょっと。あ、なるほど。これ内側から外すの。あ、もう。え、匂いしてる。美味しい。え、何の匂いかわかります？なんかこの、え、この匂い。これプレミアムがゆえのある成分が入ってる。ちょっとわかんないかも。ちょっと匂いすぎて、もうそれふんの嫌なってきたな。鼻頭めちめちつけとったな、今。つけてない。糸引いてたで今。なんで糸引くの。大丈夫。もうびっくりだよ。ありがとう。じゃあ行け。ちょっとここに置いとく。うまー、堀西。うまっ。うまっ。あ、めっちゃ美味しい。あ、うまっ。これ堀西かけた方がうまかった。確かにかけた方が全然かけてよかったですね。あ、うん、これ多分かけた方が美味しいですね。堀西かけた方がうまかった。いや、目って言わてください。味薄いみたいになるじゃないですか。堀西ってやっぱすごいな。抜群に美味しい。何これ。わかりました、このプレミアムが何入ってるか。これ何、これ難しい。なんだろう、香ばしい。うん、こ、当てていい。全然当ててください。人骨入ってるか。なんで香ばしいで人骨なんですか。香ばしくて人骨やば。ん、人の何があるでも。違いますよ。人のなんて絶対ないですよ。人爪とかさ。人爪。人爪って。でもそれぐらい美味しいよね。それぐらい、それぐらいってなんだろう。わかんないけど、なんか本当に普通のものじゃない。あ、そういうことね。うん、何ですか、めっちゃ美味しい。これは白トリュフ。ああ。が入ってるんで、ちょっとこう。香りがいいんだ。トリュフやなんて、そんな。いや、それ申し訳ない。トリュフとの関わりがあんまないもんやから、やっぱ分からんわ。確かに分かんなかった。ねえ。こういう香りがね、する。いい香り。めちゃめちゃうまい。タバコにかけたらうまいか。これがめっちゃ美味しい。タバコに振ったらうまいな。いや、香ばしい煙になるんじゃん。ちょ、こっちこれのこれつけてみよう。いける？どう？変わらん。以上です、今日。うわー。これはすごい。ちょっと、もう一個デザートあるけど食べる？あれ、お土産で買ってきてデザート。何？ケーキ。え、嘘でしょ。ほんとねもち、ごめん。え、ほんとに。うん、先食べたいってから、買おうとしてから断ったやろ。あかんっつって。え、だから買ったの。そうね、ケーキ買ってく、買ってく。いい
いいいいいいとか。今日ちょっと特別な日やから。え、なになに。うわ、すごい、これは確かに、確かにケーキめっちゃ断ってた。せやろ、うん、ケーキ買ってこうとか言ってたら、そうそう、途中でな、あかんあかんあかん、時間ないから、あかんあかんっつって、あんまな、このた加えたここでやることしようけどやる。え、すげえ。じゃあ、みんな歌ってください。チェン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 、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアおたまちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おたまちゃん誕生日おめでとう。ちゃんとおたまちゃんって書いてるよ。え、待って、いや私、え、バーベキューが誕生日なのかなと思ったんです。僕1月です。私よね、何月？3月いや私も3月待って、今何月？誕生日ちゃうの？誕生日じゃないよ、私。ほたらなんでお前誕生日 おめでとうおたまちゃんって書いてんねん、これ。私書いてないもんだって。クイちゃん間違って同じだよ、誕生日多分3月でしょ。殺すぞお前これ。なんでよ。え、でも嬉しいけど違うよね、誕生日じゃない。ちゃうんかいな。違う違う、誕生日は思ってわざわざお前時間作ってお前100回金払っていろんな味を2切れずつお願いします。確かにこういうのあるんだね。ロールにしてもうたんやん、これわざわざ。え、ありがとう。うまそうな2種類ずつやで、これ。季節の栗も入ってるで。グーじゃないもん。誕生日違うの？違う違う、私33月の下田で。いや確かにずっとこっち側やったんですよ、なんか誰の誕生日だろう。いや私誰なんだろう、あれって思って、あれバーベキュー違うんだかなって思ったから、あ、やばそう、誕生日だったら申し訳なかったなと思った。なんかプレゼントとか持ってこないと。いやいや全然、何の時間なんですかこれ。これ何やん、これ、なんでこんなもんだろう。言えよ。いや私違う、なんでよ。毎回その LINE した時に毎回言ってくれ、誕生日ちゃうからねって。いやいや会う前になんで毎回覚えてよ、3月だから。最高じゃん、めちゃくそうめ。幸せさ、こんな食い方できるの。うまい、うまい、うん。これ1個800円するんで、高くない？絶対高いよね、有名だもん。栗、モンブラン、モンブランミルクネーム。これに仕掛けたら、これもやめちゃおうか。え、最高。すごい、やっぱ結局芸人ってさんまさんに憧れてるから、やっぱブラックデビルやから。やばマジで。噛むたびに煙がファッて上がるのよ、このここは煙が。楽しく楽しくお時間過ごしていただきましたけども、この後は、丸山カリナチャンネルの方にご移行いただいて、ぜひ皆さんおチェック、ご覧をチェックしてください。ご苦労さん、上機嫌やで。上機嫌やで。